まずビールで、オリオンビール。皆様暑くなってきましたね。では最初オリオンビールで乾杯。あー、すいません、美味しい。声が裏返った。乾杯。さっきすみません、声が裏返って、念願の海苔弁当、先日も海苔弁当食べてんけど、このなんちゅうかな、本間物の海苔弁当っていうか、海苔の上に全部乗っかってるやつじゃなくて、100円引きやからスペシャル弁当頼んで、それめっちゃ美味しかったんけど、きんぴらごぼうついてなかったから、ホットモットさんじゃなくて、ほっかほっか亭さんやん、ほっかほっか亭海苔から揚げ弁当440円、タルタルは最初からついとって、すいません、ちょっとその前にノルマです。このキュウリの酢の物、これ全然手つけずで、ベジわかめファーストで、この前もスペシャル揚げ物ばっかり弁当、海苔揚げ物だらけ弁当、これ食べたらよかったんけど、その時はあかんあかんちゅうか、いきなり血糖値上げる食べ方したくなって、いきなり揚げ物とご飯とビールでガッと、めっちゃ血糖値上がってるやろうなって。うん、体調はいいです。これいっぱいある、一人でキュウリ5本分やねんけど、2本ぐらいピリ辛キュウリとかすればよかった。こんなもんで許して。はい、うん、美味しいのは美味しいねんけど、これハッシュドポテト、ちょっと味見、うん、決めた、近々サマックに行きたい、思い出した。わ、ちょびちょび行きます。わ、前このほんまちょびちょび行こう、おつまみ弁当やから。亭さんはおかかや、かまど屋さんはかまど亭やったっけ、下から全部昆布やねん。ほっともっとさんはおかかやったと思う。ちょっとこれ、うん、サクっていう、唐揚げ弁当って言ったらほっともっと唐揚げ弁当が好き、カラッとしてるからって。海苔弁はホットモットさんで3回ぐらい4回買ったことあんねんけど、今まで全部
あのサクッとしてなくて、どう考えてもちょっとふにゃってしてるのが、でもすぐ出てきたから作り置き、唐揚げ弁当もあの最近行ってもすぐ出てくるから作り置き、でも唐揚げはカラッとしてね、サクッと。もっともっとさんの海苔弁当はなんか3回か4回ともすごいちょっと汗かきすぎてるかっていうか、今日あの待ち時間はこれもう結構あった。あれ、ホットモットさん流行ってるから社内。やっぱりあの人気ランキングもあるけど、実際に食べてみて、買いに行ってどんなにやろって試してみるのがいいなって思った。ちくわも、ちくわっておいしい。このタルタルを口の中に一緒に、ビールこれだけか。もうパッケージがすごいかわいい。ハイボール作っとこう。これ白州グラス、マスターありがとうございます。いただいて、大きいペットボトルも飲み切って。白州じゃないね、ブラックニック先生やけど、今日ちょっと白州グラスで飲んだらどうなるかっていうの、どんな気分か、やったことないねんけど、薄めのハイボール。味の違いはよくわかる。東梁さんで白州ハイボールを見てて、かけハイボールと味が違うのわかるから、ぬる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 する。すごい、なんかぬる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 、ちょっとあのハイボールいただいてみます。いただきます。ブラックニッカ、外は白州グラスで、なんか気分が白州の気分になるという。でもこのグラスで美味しい。実はあのグラスチタもあんねん、チタのグラス、チタも買おうと思って。なんでチタ、買ったかっていうのは、先々月か鳥貴族さんに行って、チタも安いから飲んでめっちゃ美味しくて、家でもちょっとチタハイボールもお家チタハイボールしてみよう思ってグラスは買ってんねん。あ、これも美味しそう。すごい口当たりが、この形が素敵。お楽しみ。ゆっくりとちょっと、もうせん。こうやって旅の店で喋っとったらあっという間に経ってしまうという。でもこれ動画撮影してるから、編集とかできへん。ちょっと編集とかなんかコメントお返事見てお返ししたいなと思いながら、あ、でもできる。コメントお返事はこっちのおっぽで。ありがとうございます。あ、コメント返し、すいません、ね、いっぱい動画上げさせてもらってちょっと忙しくて、
時間的にどうしてもできひんときはハートマークで読ませていただいてるんで、で時間とかお休みとかあるときはさせていただきます。あ、それではすいません。唐揚げどんな味やろ。この味好き。全部違う。ほかほか亭さんの唐揚げが一番好きなんかもしれへん。昨日のかまど屋さんは日清製粉唐揚げ粉の揚げた家庭の味で、トマトさんもすごい美味しいねんけど、これすごい醤油が効いてて、カラッとっていうかサクッと感が、わ、次ちょっとほともと、あ、ほともとちゃんほかほか亭さん唐揚げ弁当頼んでみます。あれ？めっちゃ美味しいねんけど。でもここのサクッと感とタルタルで染み渡ったちょっとしっとりしたどっちともいい。あ、すいません飛んだ。うん。